投手できんね。ウィーと一緒ですよね。ウィーでしょ。歴で全部一緒なんだよ。あ、ドリフトできんの？なんかさっきやってたんできました。あ、すごっ天才か才能の塊か。ドリフトなんて教えてもらわないとできないでしょ。でもあの Wii とかではやってたんで。あ、そうなんだ。あのピョンってやるやつどこだろうってさっき探して。あ、そっか。これ落ちるコースですね。これは落ちるね。これはやばい。下手なところでキノコ使ったら死ぬ。この間やった時にね、誰もドリフトできなかったんだよ。あ、教えたんだけど、やっぱりなかなか難しいよね、ドリフトは。うん。ハンドル持ってかれますもんね。うん。あ、めっちゃ抜かれた。やば。え、やば。あ、すごいライトつくこの車。そこに感じた。すごいね、今。あ、もったいね。赤くほら。あっ。あっ。あ、そういう感じ。あ、いいぞいいぞ。1を吹っ飛ばせ。あ、やめてやめてやめて。痛いぞ。おー。痛い。これは痛い。雷中に当たりましたね。で、痛い。あ、無理1位じゃん。そうなんです。あるすぐ行くから待ってるよ。あ、怖い。あ、怖い。これはすぐに来るやつだ。すぐ行くから。失礼した。一人殺したということは。あと一人。私、キティちゃん。リカちゃんじゃねえ。キティちゃん。サンリオの刺客が追いかけてくる。怖すぎる。私、キティちゃん。あなたの城にいるの。怖すぎる。あー、でもやばそうだな、ちょっと。このまま逃げ切りたい。さすがに間に合わないかも。これは間に合わそう。あー、これは頼むわ、頼むわ。よし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 。あー、ちょっと待って、せめて2位で、せめて2位で。ちょっと待って、爆発しろ、爆発しろ、どうも行け。よし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 。あ、ちょっと待って、4位、3位。あっ、くっそー。恵まれねー。あれねー。2まで上がった。悔しい。次だ次。はあ。めっちゃ緊張した今。そうだよ、ね。超怖いぞって。トップって常にプレッシャーあるからな。うん。度数に席。最後だ。最後だぞ。よし。しゃい。ちょっと早いんだよな。バイク使ってるよね。あ、逆。しね。あ、たかわされた。え、赤コーラですか今の。うん、かわされたの。そう、あ、でもね、あのバナナとか、あー、なんか、そう、後ろに設置できて、当てるのか。そうそうそう。Lボタンをね、押しっぱにしてると、あー、なんか、常に持った状態みたいな。そう、下につけといた状態みたいな。へぇー。多分前からあるね。コース分かりづらいな、これ。そう。ワッフーじゃねえんだよな。やめて。危ねえ。あ、1位じゃない。私です。空中にいるときに当たると。あれをね、ちょうど飛んでる最中に当てられると沈められるんだよね。なるほど。あ、爆弾の音がする。うん、あー、消えた。あー、いったー。やめろー。どーやめろどーにどーやめるんだ。え、なんでコースが分かりづらい。あ、なんかすごいすごい、うるさいうるさい。直前に。よっしゃー、これ分かったでしょ。さすがにバナナをお見舞いして終了。あ、わ、あと一周あんじゃん。ちょっと待ってよ。バナナ離しちゃったよ今。危ねえ。ちょっと待って、こんなガバガバで行きたくないわ今。危ねえ。あ、来ちゃった。危ねえ危ねえ。今ギリギリ回避した。やばい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 。追いつきたい追いつきたい追いつきたい。おいよおいよ。いいぞいいぞ。あれ、なんかコース違うとこにいる気がする。しゃあ、気のせいか。なんか私の何かに来
かかってたし、ね、あ、なんかキノコ落ちてた、イエーイ道端にキノコ落ちてんだ、やべえな。なんだこれ、誰かが、あ、ちょっと待って、あ、ぶね、なんだ今、奇跡的回避した、やばい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 、よっしゃー、おーうわーい負けたやりました、追いつけなかった、年の功ですわ年の功うわー、10点差だって強っ、強っ、しょうがないよな初めてスイッチの周り帰りましたな、すごい初めてで、でもこんだけでいいってのすごいわ、やったみんなボロボロだったよ誰とやったんですか、ハマーさんと、うん、モモイと、うん、モテコかな、うーん、ハマーさんがやってます、あとミサコと、ああミサミサさん未知数だな、うん、ハイライトっていうの見えて、うん、今やんなかったけど、そのさっきやったコースのなんか面白かったポイントを映像に流してくれてるっていうそんなのある、そう、ミサコとかのアホみたいなプレイを流してキラキラねみたいなやばそんなバナナ踏むかねって言うからでも避けるという選択がないんでしょうね、我が道を突っ走るやば面白いシステム、すげえわ、あ、すごいカメラワークすごいですね、これはこれは記憶にある、これ身に覚えがあります、身に覚えがある、右読んで、カジノに入るとカップレッドとマグマはあっという間にサイコロのテーブルで勝ちを重ねました、あ、カジノに入ってきてやってるんですね、じゃが断ろうもなら考えるのも恐ろしいことになるだろうな常に運動して、とにかく今は調子を合わせておくしかあるまい、その契約書とやらを集めてな。